ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えー、今日はですね、えっ、ー、と、まあ、新科学教室の2番であります、まあ。できるだけ今回は科学教室も何度も失敗してるんですが、えー、科学教室の2番を続くことを願っておりますが、えー、自然エネルギーの利用の2回目ですね。えっ、ー、と、結局、この我々の周りに太陽の光がいっぱいあって、風がじゃんじゃん吹いてて、というふうに思うんですけど、 本当かと。え、なぜ稲は育つのに6ヶ月かかるんだと。太陽の光が不足してるのか。それとも CO2 が足りないのか。水が足りないのか。っていうと、まあ、水はですね。まあ、水田の中で育てるわけですから、稲の場合はですね。まあまあ、余ほどの渇水状態でない限りですね。え、水が不足してるってことはないだろうと。それから CO2 ですけども、これは不足気味ではないかと思うんですね。 っていうのは、もともと、この植物が生まれた時、もしくは非常に盛んに育った時っていうのは、まあ、今の CO2 の100倍ぐらい、まあ、なかなかデータがこれ難しいんですよ。つまりね、この大昔の、例えば2億年前なんかのデータについてはですね、まあその時の状態を測定する方法っていうか考える方法がいっぱいあるんですね。そうしますと、とかく人間は純粋に心の中がですね、 科学的でない場合が多いんですね。特に世間に出るようなもの、世間に埋もれてるものは科学的なものが多いんですよ。例えば、非常に地味な学者がじっくり研究して、それで自分の学会に目立たない論文を出すと。しかも、2億年前の空気中使用数濃度なんていう論文はですね、注目を引きませんから。だから、まあ、 こう、専門家の間でどうも荒らしいねって分かるぐらいなんですね。それに対して、あの、利権が関係しているものはですね <laughs>、えー、いろんな人が宣伝してくれるもんですから、そういう研究をするとすごく目立つんですね。まあ、そういう点から言って、言ってですね、残念ながら現在の社会的情勢ですと、目立つ論文は利害に関係している論文で、 で、目立せない論文の中に、科学的にはいい論文があるっていう、その逆の傾向になりましてね。で私なんかも非常にこう、調べるのが大変なんですね。えー、ですから何かこう、今だったら何とかっていうテーマができますとね、自然エネルギーの、自然エネルギーのことを今、再生可能エネルギーって言ってるんですけど、これは、これはあの、言葉としては科学ではありません。えー、どうして再生、エネルギーなんて再生可能なんていうことはありませんしですね。 あの、エネルギーは種類で言う,わ言うわけですから、石炭のエネルギーとかですね、原子力エネルギーとか、エネルギーの種類を言うわけで、再生可能エネルギーなんていう言い方はですね、まあこれは学問的な言い方じゃなくて、科学的な言い方じゃなくてですね、政治的な言い方ですから、まあ政治的な言い方にはインチキなものがいくらでもありますんでね、あんまり目くじら立っ,ってもしょうがないんですけど、えー、自然エネルギーって言いますと、自然のエネルギーを横取りするような印象があるので、 政治的には再生可能エネルギーって言ってる全然再生可能じゃありませんよ。もちろん、例えば、自然エネルギーが風になったり、自然エネルギーが波になったりもしますよね。それから、植物が育ったり、木が、木の水分を取ったりしますね。そうしますと、そのエネルギーを人間が取ったら、また風が吹くじゃないかって,って、それはまた別の日の太陽の光ですから。だから別に、再生可能ではありません。 えつまり、再生可能という言葉はもともと科学の世界では使ってはいけない言葉で、再生可能なエネルギーはまあ基本的にはないわけで、もし再生することができるようなエネルギーがあったらもう大変なことなんですけど、まあ社会はそれほど厳密に科学的な用語を使うわけじゃないので、まあそれは別にいいとしてもですね。やはりあの、私なんかは再生可能エネルギーっていうのは絶対書きません。 自然エネルギー。だどの、何のエネルギーかっていうことですね。風のエネルギーなら風のエネルギー。あの、波のエネルギーなら波のエネルギーって言っていいんですよ。だけどそれはまとめて言えば、まあ、現在で言えば自然エネルギーですね。自然エネルギーは何に対して自然エネルギーかっていうと全部自然なんですが、石炭、石油、天然ガスのようにですね、えー。かつての大昔、何億年前の太陽の光を利用するもの。これはまあ、 一般的に化石燃料とか化石エネルギーって言ってるわけですね。まあ化石、植物とか動物とかそれの腐敗したもののものですから、まあ一応化石と同じエネルギーだから化石エネルギーというわけですね。化石という言い方はまあ正しくないわけで、個生物エネルギーと言った方がいいんでしょうけどね。まあ一応化石エネルギー。これならまあ対象言ってますから、まあいいんですね。で、えー、これらが現在の日本で、例えば日本でですね、これちょっと諸国によって違うんですけども、 日本でですね、余ってるのかっていうことがまず大切ですね。えー、太陽の光で発電する。なぜか太陽の光が余ってるからっていうことですね。えー、風で風力発電をするっていうことは風のエネルギーが余ってるからっていうことになりますね。これで、あの、かつて痛い目にあったのが水力発電ですね。まあ、水力発電、川がこう、どんどん流れてるので、そこに発電所を作れば、えー あの、川には無駄に水が流れてると昔思ったんですよ。しかし、川っていうのは、いろんな役割を果たしてるわけですね。もちろん、魚が泳いでるし、川が流れるから、川の水が土に染みて、まあ、木も生えていくわけですね。鳥も冴えずるわけですね。それがまあ、自然の一つの風景を作っているわけですね。で、もちろん砂利がそうですね。あの、中積平野は全部そうですね。 例えば、関東平野とか、農美平野とか、まあ、どこもそうなんですけども、平野っていうのはほとんどが中石平野です。中石平野っていうのは、えー、雨が降ることによって川が流れて、えー、山が崩れて、少しずつ崩れてですね、それが、えー、土砂とか土とか砂になって、えー、海の方に出てくる。それで海を埋め立ったものが、まあ、関東平野であり、農美平野ですね。例えば農美平野、名古屋の農美平野で言えばですね、 非常に古い養老年間とか、そういう今から千何百年古いような地図を見ますとね、えちょうど今の岐阜あたりが海岸線で、まあ、それから先は島が多いんですね。ですから、こう、なんとか島っていう名前のですね、亀島とかですね、何島とかいう名前が、名古屋のが非常に多いんですけども、津島とかですね。 いかに昔は海の中の島だったかっていうことがわかるわけですね。それで、まあそういったものが成しているので、現在では例えば水力発電を作りますとね、あのもちろん水力発電自身ですぐ公害みたいなのが起こるんですね。まああの水力発電所で作ったダムに水が溜まりますね。水はもう流れませんからすぐ腐ります。腐った水が流れてることになるので、下流の水質がものすごく悪くなりました。 中には植物の葉っぱが腐った硫黄の匂いがしてですねで、汚い川になったり、それからダムの中に今度土砂が溜まってきますから、これを排泄するために排射ゲートっていうのがあるんですけども、排射ゲートからどん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 排射するわけにはいかないんで、やっぱりダムが埋まってくる。大体いいダムっていうのは作っても15年ぐらいでダメになるんですけどね。そうしますと、15年間の人間が電気を取るために、 まあ川の自然は乱れて、そこら辺の自然が全部傷んで、まあ、臭い川になってという損害があるわけですね。